ドンの位置は？追跡してる。何？こいつも、なんてこった。奴らメタスリカ空港に入った。間違いない、高飛びする気なんだよ。させない。ここまで来て逃がすわけにはいかない。いいか、空港のゲートが閉まってるぜ。突破するわ。喋ってると舌を噛むわよ。もう時間がないよ。手短に行くぜ。今滑走路に大型輸送機が待機してる。ドン・コルシオネはあれを使って国外逃亡する気なんだ。だけど残ってる手下たちが滑走路を固めてる。ドンが脱出するまでの時間を稼ぐつもりなんだ。奴らを何とかしないとドンの元にはたどり着けない。輸送機が離陸する前に滑走路の敵を殲滅しないと。Yeah!
けそいつを足止めしとけ。俺が管制塔を叩いてくる。晒すことになるとはな。笑ってくれ、この浅ましさを。俺は犬だ、犬畜生だ。どこまで落ちてもいい。ただ俺はあんたを超えたい。さすがだ、さすがだぜ、グレイブ、いやブランドン・ヒート。初めて会った頃に戻った気分だぜ。俺とあんた、しがらみも憎しみもなく、ただの俺たちだった頃、最後だったな。俺にあんな楽しい時間があったなんてな、最後に思い出せるなんてな、寂しくても生きてみてよかったよ。じゃあ一足先に地獄の底で待ってるぜ、ハリー。
ンたちの乗った輸送機が離陸しようとしてる。トレーラーで突っ込むわ。行け。こっちの面倒は俺が見る。
グレイ、私を忘れた？それも無理はないわ。あなたは死に損なった時に全てを捨ててきたんだものね。そうでなければ人間にあんなことができるわけない。あなただけは許さない。私の大切なものを全て奪った男、父も愛しいあの人も何もかもみんなあなたが。ハリー・マクデュエルの仇取らせてもらうわ、ブランドン・ヒート。
様、測ったか。父さん、残念なことだが、あなたはもう古い人間だ。古い時代には去ってもらわねばならない。組織のことはご心配なく、あなたが知らないだけでほとんどの実験は掌握済みだ。血の一滴も流れることなく新時代は訪れます。後のことはお任せを。そしてグレイル、君にも感謝しなければな。パーティーの成功はすべからく君の強靭さのおかげだよ。さすがドクター T の最高傑作。さて、そろそろ時間だ。種明かしはここまでにしよう。いや、最後にもう一つ。この輸送艇には爆薬が積まれている。どこにも逃げ場はない。ガリロ貴様。ではさようなら、ドン・コルシオ、我が不肖の父。あなたのおかげで随分多くのものが手に入った。感謝しています。では君ともお別れだ。墓穴を通らずとも君には地獄が待っている。
いつにだけは手を出さずに行った。信じられるか、無傷なんだぞあいつだけが。そしてその後あいつはどうしたと。大丈夫なのか？これはスパイクの野郎だ。 あの野郎が。クソ。でもおかげで体は動くわ。化け物にされちまったんだぞあのガキに。お前はもう戻れねえ。どういうこと？スパイク？罠だ。重視。完全武装した化け物軍団が手ぐすね引いて待ってるぜ。ごまんとな。望むところか。あのガキともども返り討ちにしてやる。待ってやがれ。